さて、ここからは実際の症例についてお話をしていきます。右上の4番5番、キャド CAM 管を形成し、ネクストビジョンで撮影しました。縫合面と胸側面管、そして形成後と装着後の写真があります。これも吉田サポートセンターにお願いして、作ってもらいました。そして吉田サポートセンターさんからアドバイスをいただきました。一部の文章をちょっと読み上げます。お恥ずかしながら私が、アンダーカットがあったようで、一部アンダーカットと四軸の方向が平行でなかったため、図のように、デザインをさせていただきました。5番からセットしていただけますようよろしくお願いいたします。こういったふうに吉田サポートセンターさんから、細かくデータをいただいて、メールをいただいてですね、アドバイスをしていただきますので、こういった感じで作ります。